さんこんにちは、みさです。私のチャンネルへようこそ。今日はですね、私が最近購入したものを紹介したいなと思います。というのもですね、すごく久しぶりに100均のダイソーに行ったんですよ。そしたらもう最近のダイソーってほんとすごくて、私の家の近所にあるのがキャンドゥなんだけど、だからキャンドゥに行く確率が一番高いんだけど、あとは次はセリアかな。でダイソーが全然近くになくて、でも最近の仕事先のね近くにすごく大きなダイソーがあって、行ってみたらもう昔とは全然違うぐらい充実して、すごくたくさんいろんなものがあったので、今日はそれを紹介したいと思います。ちょっと私が買うものってあんまり、なんかなんていうの、可愛い雑貨とかっていうよりは何か作ったりとかするものが多かったりするんだけど、もしよければ見てみてください。では紹介していきたいと思います。ではまずはこちらです。これはすごく柄がアンティークでね、見て、どっちが上、こうか、すごい可愛いの見てわかるかな、可愛い。ただのボックスなんだけど、何かこう 雑貨とか入れるのにいいかなと思って、これが今4サイズあって、これは上から2番目のサイズかな。だいたい直径20センチぐらいで、これを2つ買いました。これともう1つ大きい、これ上に出しててもすごく可愛くておしゃれなのでいいかなと思って2つ買ってきました。次がこちら、これはアイロンで簡単に布に転写できるっていうシートで、DIY に使えるかなと、これでなんか可愛いポーチとか作ろうかなって今思っているんだけど、3つ目がこちらグリッターです。すごいキラキラなんだけど、四角い、なんていうのかな、四角い細かいグリッターじゃなくて、この丸いグリッターを探してて、ちょうど角が取れてる丸いグリッターがたくさん売っていたので、これをちょっと洋服を作る時につけたいなと思ってグリッター買ってきました。次がね、マスキングテープ。これもすごくたくさん種類があって、私が今日買ったのはこの、わかるかな、花柄のマスキングテープを買ってきました。これは木槌です。ただの木槌というか、なんか私学校に通っていた時に、革を使うっていう、合皮じゃなくて何、本物の牛革を使って、洋服を作るっていう授業があったんだけど、私それが途中で終わっていて、パッてこう折った時にこうすごく叩いて、折り目をつけるのね。それを私家では持ってなくて、一番ガタガタしてるとかもあったんだけど、ちゃんと丈夫なやつを買ってきました。木槌。次はこちら、インテリアシート。これはリフォーム用の壁紙シートだね。長さが 30cm×60cm で結構大きめで、それを3つ買ってきて、これもいずれ使いたいと思います。こんな感じのやつです。次、ジョイントマットです。子供の色落ちとかにこう床に敷いてあったりする、ちょっとスポンジ風になってるやつが2枚セットで、これもいろんな色とか、あとは絨毯っぽい感じのとか、あとはなんか畳っぽい感じとか、ダリ好きっぽい感じとかね、すごくいろんな種類が10種類多分以上あったかな。はい、次がこちら、これはミニルーター、回転ダイヤモンド磁石1本付きっていうね、この先端が回転して物を削ったりとかできる、なんかちょっと歯医者さんのやつの先端みたいにこうなってるんだけど、それを買ってきました。そしてこちら、これはねどこの100均でも売ってるような感じの、なんかロンドンバスと、あとなんか車と、あともう一個このワーゲンバスがあって、私はワーゲンバスにして、色もブルーと赤とこの茶色があって、私は今回茶色買ってきました。浄化です。これちょっとね、この部屋暗くて色味が分かりづらいと思うんだけど、今までの100円の浄化っていうのは結構こういうねどぎつい色が多くて、ほとんどであんまりね素敵じゃなかったの。あとは栗とかね、もう結構雑で、この花びらの枚数も少なくて、私は結構ねこの2つの花を1つにしていつも使っていたんだけど、なんだけど最近の100均はね、こういうすごくね微妙な、わかるかな、すごく微妙なね色合いのすごくアンティークで可愛いやつを売っていたので、これも何か飾りを作ってたりするのに使うかなと思って。次がこちらです。ホワイトボードで木枠がついてるやつと
てそれにくっつくマグネットが2つ、あと瞬間接着剤、超強力両面テープ DIY に使います。次がこれは200円です。200円で B4 サイズのフレームなんだけど、これね、ほんと200円とは思えないぐらいすごくしっかりしてて、なんかね、色もゴールドで、まあ、パッと見ほんと100円とか200円でわからないぐらい重さもしっかりあって、すごく使えるなと思ったので、フォトフレームも入れると多分50種類ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい、すごくフレームもたくさん載ってました。そしてそして今回の目玉です。最後がこれ100円じゃなくて、なんと600円の品なんだけど、これわかるかな、頭の形をしたやつ、発泡スチロールでできてるんだけど、私リクが持ってるけど、それをなんかこうかぶせて編み込んだりとかいうのが今までできなかったから、これを使ってね、こうリクをかぶせてやろうかなって思います。はい、というわけで以上で今回ダイソーで購入したものでした。いかがでしたでしょうか。 DIY に使うものが多かったんですけど、ぜひ皆さんも大型店舗に行ってみてください。キャラクターものとか可愛いものがたくさん売ってるのでおすすめです。というわけで本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。